ここでね、注意点です。普段ね、こんにちは、かばばです。いよいよね、今週末、尾瀬の小屋明けが近づいてきました。僕もね、5月の20日土曜日から一泊でいつもお世話になってる尾瀬小屋さんに泊まってきます。ということでございましてね、恒例ですけど、残雪期の尾瀬、まあ水場所の時期といった方がわかりやすいですかね。この時期の小屋泊装備をご紹介します。で、ちなみにね、小屋泊といっても、まあ日帰り装備もね、まあ、ほぼ一緒です。で、今回ね、ご紹介する装備はあくまでも国道を歩いて、まあ尾瀬の小屋に泊まることをね、メインとした装備ですので、日内に登るとかね、至仏山登ってくるとか、まああそこはまだね、実質雪山ですから、全く装備が違います。あっちはね、雪山装備を用意してください。またね、日内裏林道や、例えばね、白砂の越とか、あと富士見から来る場合も同様でね、小屋泊の装備とはまたちょっと別物ですのでご注意ください。それではね、ご紹介します。この一番右のザックですね。小屋泊の場合、僕は大体ね、30リッター前後のザックです。で、今回はこちら、オスプレイのタロン33です。まあ、買ってね、3年ぐらいになるんですけど、僕の動画では多分一番登頂回数が多いと思います。この30リッター前後っていうのはね、なんかね、山頂で作って帰るっていう日帰り登山にもいいですし、まあ、着替え多く持ってった小屋泊でも、ちょうどいい量です。またね、体温調整でアウターを脱いだり、こう着たりする場合ってありますけど、この背中の大きいポケットがね、アウターをすぐにね、しまえて非常に重宝します。はい、続いてね、レインウェアです。これはね、ここ数年ずっとこれなんですけど、モンベルのトレントフライヤーの上下。もう買ってね、10年経つんですよ。ただね、そうめったに使うもんじゃないんで、全然下手ってないです。レインウェアはね、参考中、やっぱりね、常に持ち歩かなくちゃいけないと思ってるんですね。だからこそね、やっぱ軽いのが一番ですね。で、上下でね、これは約 360g。軽いんですよ。本当に入れてるのね、忘れちゃうぐらいなんで。で、しかもね、素材にはゴアテックスを使ってますので、まあ、雨が降ってない時ね、ウィンドブレーカー代わりも使えるという優れものです。はい、続いてね、キャップ、もしくはハットですね。まあ、帽子ね。これはね、尾瀬ではね、すごく大事な装備。行った方はもちろん分かってると思うんですが、尾瀬ヶ原ってね、ほぼ日陰がないんですよ。鳩町からね、山の花まで下っていくところはもう木陰がいっぱいありますけど、一旦尾瀬ヶ原に出ちゃうと、もうほぼ日陰がないです。まあ、竜宮まで行けばね、小屋の北に木陰がありますし、まあ、東電小屋の先にも川沿いに木陰があるんですけど、基本日陰というか木陰がないので、まだね、5月の終わりぐらいだったらまあ、なんとかなるんですけど、もっと気温が高い日などは、まあ、熱中症になりやすいってことがあります。またね、首の裏がね、焼けるんですよね。だからね、首のあたりにね、日焼け防止のフラップがついてる帽子ね。まあ、こういうのがおすすめです。でね、とにかく、まあ、帽子はね、キャップでもハットでも何でもいいんで、とにかく被ると、まあ、いうことが大事だと思います。はい、続いてね、トレッキングシューズです。これもね、相当古いんですけど、これモンベルのラップランドストライダーワイドという、ローカットのトレッキングシューズです。で、今回僕はね、鳩町峠から下って、見晴らしまで歩くんですけど、歩くところはね、ほとんどが木道か石畳なので、まあ、このローカットでも十分だなと思って履こうと思ってます。まあ、お天気によってね、ハイカット履く場合もあると思いますけど、ただね、木道を歩くのがメインだったらこれでいいんですけど、例えば、日内に登っちゃうとかね、あとは山上の滝に下るとかね、まあ、そういう時は雪が深いところかなりあると思うんで、ハイカットを履いていった方がいいかなと思います。はい、続いてね、滑り止めです。ここにあるのはチェーンスパイクですね。積雪やね、凍結してる場合は、まあこれが必要なんですが、今回はね、鳩町からの下りで、雪解けがね、どんだけ進んでるかちょっとわかんないんですが、一応念のため持ってきます。また今回ね、うさぎ田代の分岐からですね、山上の滝までの下り、または上り、かなり雪があると思うんで、まあ山上の滝ってね、写真撮ってこようと思ってるんで、今回は持ってこうと思ってます。はい、続いてね、グローブです。まだね、朝晩寒いと思いますが、今回はですね、モンベルのクリマバリアフィッシンググローブを持参します。これはね、指がね、こんな感じでね、出し入れができるんですよ。で、結構あったかいんで、結構厳冬機なんかも使えます。今回ね、こちらを持ってこうと思ってます。はい、続いてね、ヘッテンですね。これはね、ジェントスの CP01R というヘッテンなんですが、もうちっちゃいでしょ?ただね、最大で明るさが220ルーメン出ます。で、この1個下の明るさで120ルーメンという明るさだと、まあ、時間的にまあ一応4時間持つと。ヘッテンはね、まあ小屋泊だからいらないっていう人中にいるんですけど、
やいやそんなことなくてね、例えばね夜空を眺めにね尾瀬ヶ原に出るとか、あとは朝ね早いうちから、まあ、暗いんですけど朝霧漂う尾瀬ヶ原を歩くとかね、まあ、そんなのに使います。またねこれ山小屋なんで、あの消灯後はですね本当に部屋の電気がつきません本当にカチャカチャ引っ張ってもつきません、まあ、そんな中でね夜中に例えばザックをガサゴソしたりね、あとはまあおトイレに行ったりするっていう時も必要になってくると思います。はい、続いてねこれ医療品とか、まあ、防寒具なんですけど、まあ、尾瀬の気温って大体ですよ、大体、まあ、東京とね10度前後違うっていうふうに聞いたことありますね。これね特にね朝晩の温度差が大きい、いわゆる寒暖差が大きいってことですね。あの資料にあるんですけど5月の中盤、まあ、今ぐらいから後半にかけて朝は大体ね平均すると0度前後、まあ、冷えるときはマイナス5、6度になって下がります。またこれ日中はですね10度ぐらいに上がるんですけど、まあ、特に暖かいときはね20度を超えることもあります。まあ、とにかくねそんな感じでこう寒暖差が大きいので、服装にはね注意が必要となってきます。僕はね夕食後ねこう尾瀬小屋さんの外にね、まあ、いいテラスがあるんですけど、そこでビールやワインをね飲むことがあるんですね。でそういう時ねまだね日はあってもね明るくても気温はね10度を下回ってることが多いので、やっぱりそういう時は薄いダウンを着ないと寒くてどうしようもないですね。はい、続いてねこれウォーターボトル、いわゆる水筒のことです。水筒、まあ、尾瀬の場合、まあ、山小屋と山小屋の間隔が近いのですぐ水って補給できます。だからね、今回なんかね 500ml の1本だけを持ってくるんですが、綾目平を回って尾瀬ヶ原に降りるとか山上の滝に寄るとかねだとね、やっぱりね5001本だと足らないと思うので、まあ、その時はねこの折りたたみのボトル、これはプラティパスの折りたたみボトルですけど、こういったものを一緒に持ってきます。はい、これはねあのカップです。まあプラスチックのシェラカップなんですけど、これはね必ず必要かというと別にそうじゃないんですけど、まあ、あるといいと思います。っていうのはね尾瀬の山小屋ではこれのね湧き水っていうのを飲むことができます。竜宮小屋の脇にねじゃ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 出てますけど、あとはあの八代清水ね、八代小屋さんの湧き水、あとは尾瀬小屋さんのね湧き水、尾瀬小屋清水っていうんですけど、こういうものがね非常に美味しくて有名です。それともちろんね他の小屋、例えば東電小屋さんやね他の小屋でもどれもね飲料可能で美味しいです。だからこそねこうマイカップ持参で、飲むとねいいと思います。よく質問いただくんですけど、小屋の中寒いですかっていう質問あるんですが、やっぱり夜は寒いですね。ただねあのお布団も毛布もかなりいいの使ってるんで、お布団の中入っちゃえば、まあ、寒いってことはないですね、あったかいですね。ただ問題はね、まあ、部屋着でね、例えばやっぱさっきも申し上げました通りテラスでくつろぎたいとかね、あとは談話室で皆さんとお話ししたいって方も結構いらっしゃるんで、そういう時ね何を着ればいいんだろうっていう質問結構あるんですけど、僕はねこういう中綿のタイプ、これ下線面が入ってるんですけど、モンベルのサーモラップジャケットとパンツかな、まあ、T シャツパンツの上に、まあ、これ羽織るだけでね非常にあったかいです。あと僕的にねすごく大事なことはこれです。はい、これはね耳栓ですね。僕ね睡眠に入るのが遅いんですよ、まあ、いわゆる寝つきが悪いんですね、まあ、だからといってね寝れなくて朝まで起きちゃってるってことはないんですけど、やっぱこの耳栓をすると早く寝落ちできるので持ってきます。ただ注意点です、これ大事なことなんですけど、耳栓ってねこう就寝時に使わないでくださいっていうこういう注意書きがあるものがあるんですよ。だからね睡眠用って書いてあるのを使うことをお勧めします。ただ僕は自己責任で、まあ、この睡眠には使わないでくださいっていうのをこれ自己責任ですよ、これ使ってます。睡眠に使わないでくださいっていう理由はまあいくつかありますけど、ずっとはめてると耳の中が蒸れてきちゃって、まあ、病気になるとか、まあ、そういったものが元になってます。ですから耳栓するしないかかわらず耳の中は常にね病気の温床とならないように清潔に耳垢は書いておきましょう。あとはねまだまだねあのコロナがね収束してるわけじゃないし、で特に僕は自前のシーツとかね、まあ、枕カバーを持ってこうと思ってます。はい、続いてねこれはね応急キット、まあ、トイレットペーパーや、まあ、お金のことですね、まあ、その他ってやつなんですけど、こちらの応急キットについては、まあ、以前ねあの動画出したと思うんですけど、これね実はすごく多くの方にご視聴いただきましてね質問も多かったんですけど、まあ、今回もね中身はそんな変わってないです。基本ね、まあ、カットバンやバファリン、あとはお腹の薬ね、あとはねこうライターとかガム手が入ってます。でね僕はね一応ねこれ使ったことが1回あるんだけど、こう簡易トイレね一応持ってきます。ここでね注意点です。普段ね薬
薬を飲んでる方、いわゆる投薬を受けてる方は必ず薬をね忘れないで持ってきてください。また体調がどうも優れないという方や、お怪我をされてる方もね、もう来る際はねよく自分の体を考えていらしてくださいっていうのはね、尾瀬はねお医者さんいないんですよ。例えば北アルプスのね小屋とかね、何々医大医学部とかね、こう常駐する場合もあるんだけど、尾瀬はね本当お医者さんが常駐してるわけじゃないんで、具合が悪くなったらね本当最悪ねこうヘリのお世話になっちゃうっていうことにもつながるんですね。ですのでその体調に関してはよく考えてねいらっしゃってください。怪我はね本当どうしようもないと思うけど、お医者さんがいません。はい、というわけでございましてね、今年ね2023年5月20日もうあと3日後ですかね土曜日ですね、皆さんとご一緒に歩けることを非常に楽しみにしてます。またね今年も尾瀬小屋さんにお世話になりますので、そこでねお声かけいただいて一緒にお酒でもね飲めたらいいなと思ってます。これ余談ですけど、おごっていただければねいくらでも飲みますし食べますので、ぜひね皆さんねお声かけください。はい、最後までねご視聴ありがとうございました。カッパパでした。